中学校じゃないでしょ、でおしまいね、この話もうしないでね。信用できる？信じる。よかった。はい。というわけでね、今日から3人で YouTube をやっていきたいと思います。まさかね、こうなると思わなかった。本当に気づきました。多分気づいたら、超僕の水が凍りました。普通に催涙ガス嗅がされてるんだけど、そのなんか比喩とかじゃなくて、その彼に主張的なこと言われて、気づいたらここいたんですけど、気づいたらここいたっていうのはそんだから。肉体は滅びるけど、魂は。最終的にはね、YouTube の、やっぱり代表取締役的な立ち位置になってほしいと思うんです。ここからね、スタートして。そう。まあ、俺たちの可能性っていうか。うん。収入ですね。そう。すでに可能性秘めてるっていう感じで。話。ちゃんと、感染対策もバッチリですし、私も腕が伸びる。そう、すごい伸びるだけなんで。めっちゃ後ろにいるんで、彼は。でかいだけ。で、わかるでしょうね、大きさでね。ちなみに好きな食べ物を順番に発表していくと、玉ねぎとチョコレートです、はい、私は、ね、玉ねぎとチョコレート、はい、めちゃめちゃ食い合わせ悪いですね、あなた犬にあげちゃダメなやつばっかするそうだね、本当だね私は、硫酸と、砂糖のご飯がもうとにかく嫌いで硫酸も Bless you この調子だったら私、来年ハモネも出れそうだな。出れそう。スリーボイパ。スリーボイパス。でしょ？君やチャンス、最後にかけてみたい。イェイ！あと、誰ピリオだよ、お前。向こうが行ったのか、お前。ピリオドの向こうが行ったのか、お前。ライダー騎士団、イェイ。というわけでね、今日の一団の、撮影としては、この子のおむつの変える動画を撮りたいと思うんですけども、なんせこれ YouTube っていうね、この世界はね、あのチンチ方法なんで、それを教えるだけで男児のペニスは事故だから、エミリー・ダズのゲタップ6でしょ。なるほど、エミリー・ダズのゲタップ6、うん、なんかナンシーは卒業後、ベンと会ったのに、ベンはなんとかかんとかで、かんたらかんたら。無力だ。あがのお前、あがのお待ちの間。
シャウター。パンクだな。